強まってきました。特に動きの遅い発達した低気圧に近い北海道の東部、明日、明後日にかけては猛吹雪の恐れがあります。まず現在の雪や雨の状況を見てみますと、マークのほとんどが雪となっています。特に現在は東北の